ラソンのティーの刺し方変わんないですね。なんかスッスッとあんまり膝曲げないでスッみたいな、めっちゃかがんじゃっていいですか、めっちゃかがんじゃって届かない足が長すぎて、そうあ、そういうことか、足が長すぎるんだいやいや全然、まあでも OK です、今ので。私もだってこうやって田植えみたいってすごいよく言われます。田植えこうやってやるからしゃがんで、まあ、でも女の人はなんかちょっとその方が可愛いですか、あのエレガントな感じがしますエレガントですね、田植えの方が。ラジコリ、去年はサッカーファンでもないけども、とりあえず初めてですよ、俺最初の45分見て、後半の45分90分をちゃんと全部見たの初めて。初めてですか。初めてです。大体あのサッカーの場合は終わってその後の特何ハイライトみたいな、ハイライトでシュートを見るぐらいのもんだったんだけど、そういう方多いですね。案外ね面白かったですよね。面白かったですよね、90分見た時に。いやいや本当面白かったです。さあ、まあ本職ですから、去年のそのワールドカップの時にはどこで見てたの？やっぱりスポーツバーでみんなでわーって感じ？そうですね、仲間でこうご飯食べながらお酒飲みながら楽しく、はい、12時ぐらいから。そうですね、ちょうどそれぐらいからワイワイ言いながら。朝4時ぐらいやった時はどうしたの？あれも空いてでお店を、まあ、開けてもらってとか。どうなの、あの体操だったらなんとなくこう車に構えて見るのよ、はい、内村選手がやってもああいい感じで、ああこれちょっと決めるかな、ああいいねとか言ってこう、ああうわっ入る感じにはならないのよ。はい、はい、どう本職ではどうなの、やっぱりこう日本のチームああいうふうにワールドカップ出た時シュート入れた時のこうもうあのファンの子たちと一緒にわーっていう、本当そういう感じですワールドカップってなんかすごいですよね。普段のそういう試合とか見ててもあんまりならないんですけど、うん、ワールドカップの時はもう本当にうわーって心の底から喜んだり、ましてあの奇跡の1点の、 あのボールが、はい、何ミリ入ったか、ドイツ戦ですね、うん、どうかっていう、はい、あれなんか素人から見たら出てるじゃんっていう感じしたけど、はいはい、あの後の審判が得点って言った時なんか、はい、うわーみたいな感じですよその待ってる時間もちょっとこういや出てたよなみたいな感じでこう見ながらも、えゴールなのみたいな、すごい興奮しましたね。あのチームだったら徳永ちゃんはどう、はい、あそこにもやっぱり自分入りたい、入りたいですね。やっぱりあの雰囲気がすごい良かったじゃないですか、チームの。あーチームのね、はい、なんかあの素晴らしいメンバーの中でサッカーできたら幸せだろうなって思いながら見てました、ね。やっぱり選手としてもワールドカップっていうのは一度は出てみたい、はい、そうですね。オリンピックじゃないんだ、やっぱりサッカーではワールドカップがやっぱりこうね、あれだけのメッシ選手とかも本当にそのタイトルがどうしても欲しいっていう、それぐらい特別な大会ですね、ワールドカップは。まあその国によっていろんなことが、まあ当然アルゼンチンなんかあそこに 10万人100万人、はい、あそこに集まること自体がすごいよね。すごかったですね。そういうオリンピックであれ起きないもんね、はい、アルゼンチンってすごいですね、やっぱあのパレードみたいに優勝、まあ、それだけ36年ぶりかなんかの優勝っていう ね、マラドーナの頃からっていうことを考えたら、はい、もうメッシ自体をみんなもう期待して、でもメッシ自体ももうだって引退か、ある程度サッカー選手としてはね、少しちょっとワールドカップは最後かもっていうね言ってたんで、いやでもドラマでしたね、最後アルゼンチンが優勝したのも。徳永ちゃんからしてその日本代表に何か送るメッセージがありますか？もう本当に感動させてもらったし、勇気とか希望とか与えてもらったんで、すごい感謝の気持ちですね。 ありがとうございますって頑張っていただいて。じゃあまあ今度は次の世界に、次はベスト8に、そうですね、それ以上の、はい、そこに今までこう踏み入れてないところに、そうですね、その先の景色を見たいですね。ベスト8行っちゃったらそのままなんかベスト4行っちゃうんじゃねえのっていうような勢いがあったら、そうなんですよね。いいけどね、
難しいですね、そこの壁がなかなか。